今月26日、五川流の橋を行う連携プロジェクトを実施しました。今年5月に行ったアンケートでは、村山市にある県立村山産業高校でスライド発表のリハーサルが行われていました。生徒たちが取り組んでいるのは、蔵王の樹氷復活に向けた研究です。蔵王では2013年から2016年頃にかけて、樹氷を形作る青森トドマツをガの幼虫やキクイムシが食い荒らす食害が発生。山頂付近のおよそ17ヘクタールの範囲で、ほぼすべての青森トドマツ2万3000本が枯れました。枯れた木は自然による再生ができなくなっています。青森トドマツが枯れ、葉っぱや枝が落ちたことにより、樹氷のサイズは以前より小さくなっていて、木が倒れてしまえば樹氷はなくなってしまいます。その上に行けば行くほど本数もどんどん枯れていくのが多くなってて、ショックが大きかったですね。県内の高校で唯一林業を学ぶ学科がある村山産業高校。蔵王の樹氷の現状に危機感を抱いた生徒たちは、一昨年から青森トドマツを再生し樹氷を残していこうと、課題研究として木を増やす取り組みを始めました。樹氷が少なくなってて、その環境資源もなくなるっていうのが結構焦りっていうわけじゃないですけど、なんか危機感は結構前よりは持ってます。一本の苗からどんどん簡単に増やしていけるような研究ができればいいなっていうふうに思っています。高山に生える青森トドマツは資材用として育てられたり、観賞用として植えられたりすることがないため、木を増やす方法が確立されておらず、種からも発芽しにくいとされています。生徒たちは青森トドマツの植樹活動を行いながら、木を増やす方法を探る研究に取り組んできました。研究は先輩から後輩へと引き継がれながら、今年で3年目を迎えました。自分学科森林関係の方に進んだので、せっかくだったら樹氷もやりたいなと思って、それでやりました。初めて枯れてるところを見たんですけど、その自分が思っている以上に枯れていて、これは誰かがつないでいかないといけないものだなと思って、それを自分でやりたいなと思ったので。生徒たちは研究を通して、これまで難しいとされてきた枝を挿し木しての発芽を成功させました。また種から発芽させる場合は、水を入れた際に沈む重さがある種が発芽しやすいことを突き止めました。今年生徒たちは農業高校の甲子園とも呼ばれる日本学校農業クラブ全国大会の県予選で、これらの研究成果を発表し最優秀賞を獲得。そして昨日、秋田県で開かれた東北大会に出場しました。樹氷の復活まで多くの課題が存在します。しかし私たちが継続して活動に取り組み、保全の取り組みが続いていくことで、いつか山頂の樹氷が復活することを願い、今後も研究に励みます。審査の結果、最優秀賞は逃したものの、村山産業高校の青森トドマツの研究は優秀賞に輝きました。自分たちらしく発表できたので満足してます、はい、全国大会に行けなかったのは悔しかったですけど、また来年ここに来れるように、でまた全国大会に行けるような発表に仕上げていきたいと思います。この活動は1年2年でもちろん終わるプロジェクトではなくて、後輩に引き継いでまた長いこと次の年、次の世代とつないでいく先に、やっぱ樹氷の再生というゴールがありますので。村山産業高校では今後も生徒たちによる青森トドマツの研究に取り組んでいく方針です。これまで発芽させた苗は3年ほど育てた後、県内の小中学校に寄贈し、児童生徒たちにも樹氷の現状について考えてもらいたいとしています。
ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちら。チャンネル登録はこちらからお願いします。そしてグッドボタンもお待ちしています。押してください。